皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今回はユニクロ U で購入した商品を紹介していきたいと思います。事前に試着会にも参加してきたので、本当に欲しいものだけ厳選して購入してきました。それでは購入品紹介スタート。はい、今回はですね、大人気ユニクロ U の、購入品を紹介していきたいと思います。ちょっと試着会に参加させていただいたんですけど、試着して厳選した、今回は何点だ ?5 点かな、はい、に絞って購入してきたのでね、本当に良かったもの、自分が欲しいなと思ったものを紹介していきたいと思いますが、すでにもう後じわで、あれも買えばよかったかもみたいなのが出てきちゃってて、正直困ってるんですけども、もう一回ね、店舗に行ってじっくり試着したいなと思うんですけど、で早速なんですが、皆さん気になる私の購入品紹介したいと思います。まず1点目はこちらです。もうね、試着してた時にもうずっと着ちゃったんですよ、これこれ買おうと思ってずっと着てました。プレミアムラムクルーネックワンピースベージュ L サイズ4990円の商品です。丈が割と短めだったので L をチョイスしております。見て、やっぱりユニクロ U のクオリティすごく素敵じゃないですか。このプレミアムラムのシリーズですね、あの生地が、ふわっとして柔らかくてあったかいんですね。去年黒いワンピースを確か買ってすごく着たので買ってみました。丈はね、ちょっと中途半端丈と言ったらいいのかな、短いんだか長いんだかみたいな感じなんですけど、プレスさんがこの下にプリーツスカート着たりとか、ドロングブーツ履いたりしたら可愛いよみたいなことをおっしゃってたので、そんな着こなしもしたいなと思っております。めっちゃね、ふかふかしてあったかくて柔らかいの、そして色がすごい素敵と思って、顔に合わせた時にすごい合うなと思ったんですよね、私に。で、なんかまあ特徴としては特にないんですけど大きな特徴、このワンピに関してはねないんですけど、着た感じがとにかく可愛いのでおすすめでございます。では2点目、ルックブックで気になっていたのが実はこのマフラーなんですよね。これ超可愛いと思って、ニットストールベージュ2990円、長さがね180〜40m、あ、間違えちゃった、 40m じゃん、180〜40cm あるんですけど、結構厚みのあるマフラーなんですよ。で、こうやって一巻きしただけで結構様になるっていうんですかね、ほらボリューム感が出るので、これでいいじゃないですか、なんかおしゃれな感じ、はい、と思ってゲットしました。で、 45% アクリルで 30% が毛、 25% がナイロンで、ナイロンはリサイクルナイロン繊維を使用しているそうです。あ、もうすでに熱いんですけど、すごいあの可愛いのでおすすめです。このざっくりした耳はね、とてもいいなと思いました。さっきのワンピースにさらっと使いたいなと思います。で、3点目がこれですね。これもめっちゃ素敵やった、着たらね素敵って思ったんですけど、プレミアムラムタートルネックセーター L サイズ3990円、ダークグレーですね、お色はめっちゃくちゃ色も綺麗なんですよ。ダークグレーなんですよね、これ、あれカーキっぽく見えるけど、あのダークグレーです。で、タートルのお首の部分がかなりクシュクシュクシュっとした、ボリューム感がありますので、クシュクシュタートル好きな人おすすめです。あのピチピチタートル嫌いなんで、私もクシュクシュタートルはおすすめです。さっきのワンピースのタートルネック版と思っていただいたらいいと思います。こういう風な縫い目が見えてるようなデザインになってます。やっぱりね、ちょっとワンサイズアップ目ぐらいの方が着た感じ可愛いなと思ったんでゲットしております。これがね3つ目。で、4つ目がこちらです。カーディガンですね。プレミアムラムリブカーディガンブラウン L サイズ4990円です。こんな感じ、ざっくりしたカーディガンです。ざっくりカーディガン、もうさっきのワンピースに着たらもう可愛すぎて置いてこれなかったです。めちゃめちゃあったかそうと思って、結構生地が厚めなんですよ、だからあったかいですね、これは間違いなく。まあそれ以外の特徴はないかもしれないポケットついてますね、2個ポケットついてます。ボタンがね、同じ同色系のボタンでコロンとして可愛いですね。まあそんな感じのカーディガンを買っております。でね、気になるもう1点なんですが、ユニクロ U じゃない
ね、新作出てたんで、ね、買っちゃいました。これはこんな感じの、コートですね。これ展示会でめちゃめちゃ人気があったものなんですけど、ダブルフェイスショートコートブラウン M サイズ7990円。まあユニクロにしては高いんですけど、コートって考えたら安いと思います。で結構最近って厚手のコートよりもこういう薄手のライトアウターとか、そういうのが流行ってますので、結構軽めのコートをお好きな方におすすめしたいですね。で着た方が可愛いので、こちらも後ほど紹介したいと思います。ということでね、今回はこの厳選5点を買ってきました。ユニクロ U に関しては4点だけなんですけども、先ほども申し上げた通り試着会で着て結構気になったものがまだまだあるので、買い足す予感はしております。それでは、早速ね、コーディネートお見せしていきたいと思います。スタート。はい、それでは1つ目のコーデはこちらになります。ワンピース着てみました。どうですか？かわいい。プレスさんがおっしゃってた通り、ロングブーツで合わせてみたので足の隙間ほぼございません。が結構これが流行りのスタイルらしいんですよね。ショートブーツで合わせてもいいんですけど、結構お肌のところが見えてしまうので、タイツ履いたりとか、あとミドルブーツですね、ミドルブーツぐらいだとバランスがいいかもしれないです。私はワンピース L にしております。このマフラー合わせるとめっちゃ可愛いですね。で、ぜひ、あ、ぜひじゃない個人的な好みでですね、キャメル色を合わせております。いかがでしょう。このブーツは去年買ったもので、ちょっとメーカーさん調べないとわかんないんですけど、気に入ってあります。カバンもこれはロエベの、ハンモックですねを持っております。ちょっと高級感ある感じで着たかったので、ハイブランドバッグで合わせております。かわいい、めっちゃいいですね。もうそれ以外言葉がないですふわふわで、ウール入ってるのでちょっと若干チクチクは感じますが、今私素肌で着ちゃってるので、エアリズムとかね、下に入れ込んでいただければそんなにチクッとしないと思います。この横のシルエットもすごい可愛いんですよね。ちょっとこう丸みが出るようなフォルムになってるかなと思います。あとこの辺のやっぱりこの縫い目があえて見えてるあたりはすごいおしゃれだなと思います。さすがユウさんですね。こんな感じですね。いかがでしょう。かわいい。やっぱり L サイズにすると、こんな風に燃え袖ができますので、個人的にはこれぐらいの丈感がお気に入りでございます。店頭でこのワンピースの上に、これが衝撃的に可愛かったんで、買っちゃいました。でもちょっとこれにこのブーツちょっと黒いですね上だけ見てもらえたらどうですか。はい、結構ざっくりとした編み目で、縦のストライプがザクザク目に入っているカーディガンですね。ウールなのでめっちゃあったかいです。そしてポケット左右両方についております。このやっぱ大きいボタンが可愛いですよね。でちょっとこういう風にゆるずるっと着たら可愛いじゃないですか。 L サイズですけども、 XL とかでももしかしたらもっとタポタポして可愛かったかもしれないですね。はい、いかがでしょうかね。可愛い、可愛い。やっぱりこの A ライン見て、去年もこんな感じのコート出てまして、去年はグレーを買ったんですけど、去年のものよりもさらにフレア感が、ふわっとしたフレア感がアップしてる気がします。横から見た時のシルエットもめちゃめちゃ綺麗ですね。で人気はやっぱりベージュらしいんですよ、不動の人気は。でも私ベージュのコート結構持ってるので、この珍しいブラウンに一目惚れしました。ボタンがちょっと黒になってるんですね、このコートは。ここもまたかっこいいなと思ったり、まあ、なんかポンチョみたいなシルエットですね。ポンチョみたいにさっと着れて、で薄くて軽くてめちゃくちゃ楽ちん。はい、ユニクロの店員さんがしてたようにこんな風に、下にプリーツスカートを着るのも可愛いですね、このワンピースこんなバランスになります。これだったらさ、足出したくないわって人も挑戦できるコーディネートなんじゃないかなと思います。いかがですか。個人的にめっちゃ好きです、これ。大人って感じ。
めっちゃ暑いですね。これ薄手なのにすごい暖かいんですよ。暑いって感じですけども、どうでしょうかね。はい、次は、ハイネックセーターを着てみました。下に合わせたのは線というところのプリッツスカートなんですけど、めっちゃ合う。なにこれ、すごい合いますね。バランス最高じゃないですか。かわいい。ちょっとこれあのグレーなんですけど、茶色っぽいようなカーキのような不思議な色をしてますので、こういうベージュ系と合わせてもすごく相性いいなと思いました。で、お靴がこのブラウンとブラウンのユニクロのバッグなんですけど、これと合わせてもすごくバランスいいなと思います。かわいい。で、近くで見ていただくと、このクシュクシュのタートルと、ここにラインが入ってるんですね。これがポイントなんですよね。で、やっぱり L サイズでちょっと萌え袖ぐらいの感じが、私はバランスが可愛いなと思いました。なんか私結構怒り型なんで、着膨れしやすいんですけども、これは薄手のウールなのでめっちゃ暖かい。むしろ熱いですね。熱々ですけども、すごく、バランスよく着られておすすめです。お尻もほらこんな風にちゃんとしっかり隠れる丈感になっております。かわいい。マフラーを巻いても可愛いですね。マフラー巻き巻きしてもすごく相性よく可愛く着られると思います。はい、先日購入したイネズのスカートと合わせてみたんですけど、これもめっちゃいいですね。色味のバランスがいいと思います。グレーと黄色って相性いいですもんね。ね、可愛いです。すごい。で、このふわっと感も最高なので、この組み合わせもね、すごい好きなコーディネートになっております。このイネズのスタートブーツとの相性が本当にいいですね。ちょうどいい、皮膚じゃないよ、肌の見え感だと思う。ここの肌の見え感がちょうどいいバランスだと思います。
て皆さんいかがでしたでしょうか。少しはお買い物を参考になりましたでしょうか。こちらの動画が参考になりましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。新宿三丁目店もオープンしたので皆さんも行ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。